南合津町、前沢一津南合津町前沢は、福島県南合津郡南合津町にある重要伝統的建造物群保存地区。南合津町前沢の一部、約13.3ヘクタールの範囲である。1907年に、集落の建物のほとんどが消失する大化にあったが、周辺地域の大工の手により、一斉に再建されたことにより統一的な景観が生まれた。 現在でも当時の面影を残す家屋に人々が生活しているのが特徴である。建物の特徴は L 字に曲がった住まいの曲がり屋である。曲がり屋では当時の生活に欠かせない大切な牛や馬と人が一緒に生活する構造となっており、手前の土質部が牛や馬、奥の建物が人の生活空間となっている。つまめには明かり取りの窓、両と抜きの木組み、 前包みの彫刻、狐子など異常性の高い作りとなっている。農業の機械化とともに、牛や馬と一緒に生活はしなくなっていったが、曲がり屋での生活は継続されており、1985年に立岩村で環境美化条例が制定され、かやぶき屋根の保存を図ってきた。そして、2011年6月20日に重要伝統的、建造物群保存地区に選定された。 地区名省、南合津町、前沢種別、山村集落選定年月日、2011年6月20日選定基準、伝統的建造物群及びその周囲の環境が、地域的特色を顕著に示しているもの面積、13.3ヘクタール。ありがとうございます。